こんにちはえっ、ー、とちょっとね今回もねそのまあザ・ノンフィクションの婚活のことについて話そうと思うんだけどこのどうしてもねやっぱり俺モヤモヤすることがあってあのそれって何かっていうとその今結婚相談所にその入ろうとしてる人にちょっと伝えたいなって思ったことがあって結婚したいからえ結婚相談所入るっていうのは俺はやめた方がいいなっていうふうに あの動画を見てガチでで思ったんですよ。まあ、どういうことかっていうと、そのもう恋愛経験が、えっと、薄いまま、えー、結婚相談所に入って結婚って俺絶対できないなって思ったんですよね。まあ、絶対は言えないけど本当にものすごい長期の時間かかるなって思ってで、まあ、それがノンフィクションに僕は描かれてるなっていうのを思ってその まあ、決して僕その、結婚相談所に入ってる人だったり、恋愛経験が薄い,薄い人だったり、あとはノンフィクションに出てた人たちを、まあ、揶揄したり、バカにするっていう意図は、本、え、当、っと、マジで全くない。全くないけど、その現実として、えー、どうなのかっていうのを、えっと、俺がもやもやしたから、えっと、みんなにやっぱり意見もらいたいんですよね。で俺としては、やっぱり恋愛経験ないまま結婚したいから。 ってもうんでかっていうとやっぱり結婚相談所とはいえあの結局その恋愛市場と同じでうんまあ女性から好かれる男性っていうのがえっと上から取られていくっていうのがやっぱり事実だと思うんですよね。でえっとだってさその動画の中でもさ新藤さん 神藤さんってさ、えー、と気に入った、えー、ちょっと気になるなって言って、仮交際まで行った女性いたじゃないですか。で、仮交際まで行った女性と、結局、破局してしまってで、その後その女性って、ポッと出てきた、えー、30代の、えーまあ、なんていうか、いい感じの男性と、えー、婚約して終わってしまったじゃないですか。俺ってあれ、普通の恋愛市場でバ、ンバン起怒ってることだと思うんですよね。 その好きだって思った女性がいていい感じになってもいきなりポンと出てきた、まあ、陽キャだったりイケメンだったりそういうのにえその女性が、まあ、取られたっていう言い方は良くないけど、うん、その女性がその男性と付き合って、まあ、自分は何だったんだろうってなるのって普通に恋愛市場で余裕であることじゃないですかでおそらくなんだけど、まあ、俺の勝手な予想だけどその進藤さんって えとまあ、恋愛経験はないって自分で言ってるじゃないですか。恋愛経験ないけど結婚したい。じゃあ、えー、まあコミュニティでもダメ、えー、アプリでもダメ、じゃあ相談所入るのがいいってなったと思うんですよね。俺の勝手な想像だけどね。で、多分相談所さえ、相談所に入れさえすれば結婚できると思ってたんだろうけど、でもやっぱ現実ってさ、なんか違うと思うんですよね。で、その、まあ、新藤さんってさ、その、 アドバイザーの人からさ、もう手取り足取り全部最初から教えてもらってたじゃないですか。まあ、例えば、えっ、ー、と、右切れにするっていうことだったり、まあ、ちょっとファッショナブルにしてみるっていうことだったり、まあ、ちょっと肌の張りをど,どうたらとか、まあ、髪型とかもろもろ全部プロデュースしてもらってたじゃないですか。もう言うなら、えっ、ー、と、もう原石の状態の人が、俺、相談所に入ってもう無理だと思うんですよね。で、えっ、ー、と、確かに、その動画、 その番組の中で俺、新藤さんでめっちゃかっこよくなってるし、成長してるっていうのは間違いなくわかるんですよ。最初入った時っていうのは、えっと、まあ、俺も人のことは言わないけど、やっぱ新藤さんも、ととしてたと思うんですよね。でも、えー、婚活の後編の時,時って、まあ、綺麗にしてて、で、清潔感漂ってて話た、話もたどたどしいけど、でも最初の頃と比べると、もう、レベルがさ、30ぐらい上がってる。 さあ状態だったじゃないですか最初とその入った時と比べたらねで僕らってそのテレビの過程を見てるんですよあの人の成長具合を見てるからあ最初はレベル1だったのにでも結婚相談所入ってアドバイザーの人の話を素直に聞いてあレベル30までいきましたねそしたらこんなに頑張ったんだから、えー まあ、彼女というかその結婚相手見つかってもいいんじゃないかっていう心情ってあるじゃないですか。その自分の子ど、まあ、俺子供いないから微妙だけどさ、その応援してた人だったり子供だったりが成長して頑張ってる姿っていうのいいじゃないですか。だから結果出させてあげたいじゃないですか。でも、えー、もうやっぱりもう恋愛史上ってやっぱ残酷じゃないですか。 その僕らは家庭を見てる、家庭を見てるけれども、頑張った家庭を見てるけど、でも女性っていうのは結果しか見えてないわけなんですよね。家庭って見れてないんですよ。これ分かりますかね僕らっていうのはレベル1の新動さんのことを最初見てるんですよ、前編で。でそこから頑張った姿のレベル30の新動さんを見てるから、レベル1からレベル30に上がったんだったらあ、すごい大進歩じゃないかって思うじゃないですか。でも女性からしたら、 えー、レベル30の男が来たっていうことになってるんですよね。もう女性側からしたら本当はレベル50の人が欲しいけどでも会う人が30なわけじゃないですか。そしたら別の相談所,相談所の人でさいっぱい男の人いるじゃないですか。じゃレベル50の人いたら50の人行きますよね。でそれって僕らの心情からしたらあんだけ頑張ったのになんでこの人実らないんだっていうふうに。 な振動さんんらななないいだってなるじゃないですかそれは僕ら家庭見てるからで女性側からしたら、えー、その家庭は見えないからなんですよねうんだからさその結局さそのなんて言うんだろうなその家庭って絶対見えないものだからもうレベル上がった状態じゃないとあの結婚だって恋愛って難しいと思うんですよね うん、そのさえっと結局さ婚活うまくいったさあの二重まぶた整形した女性っていたじゃないですかでえっとあの女性ってやっぱ恋愛経験すごく積んでるからいろんな男性と比較できるわけなんですよねレベル100の人も見てるしレベル50の人も見てるしレベル30の人も見てるしレベル0の人も見てるわけじゃないですかそうするともう結局結果しか見れないから 何自分が上からこうどんどん選んでって一番良かった人に人にアプローチかけていけたら成婚するっていうわけじゃないですかうんだからごめん長くなっちゃったんだけど何が痛いかっていうともうレベル1とか2とか3とかの全然恋愛経験ない人が結婚相談所入ってもやっぱきついと思うんですよねすごい力すごいさ えとまあ、新藤さんばっかの例出しちゃうけど、新藤さん、今、レベル30になってるじゃないですか。これがあと、もしかしたら1年いたらレベル50になるかもしれないけど、でも、新藤さんがその結婚相談所入る前,前から、ある程度の恋愛経験積んでて、レベル30ぐらいの状態で入るとするじゃないですか。そしたら、入って1年経ったら、また30だから、新藤さんのレベルって60になるじゃないですか。 そしたら、あ、じゃあレベル60の男だから、じゃあ付き合おうっていう人ってたくさんいると思うんですよね。うん。だからさ、その結婚相談所をさ、その自分のレベル上げに、レベル上げにさ、使うっていうのはね、違うと思ったんですよね。うん。まあ、練習場じゃなくて、あくまで俺、結婚相談所ってもうね、戦場みたいな感じなのかなっていうふうに思ったんですよね。うん。で、あの、 まあ本当もう話がいろいろごちゃごちゃなったなっちゃったんだけどなんて言うんだろうなあの俺結婚相談所入ったことないからさこうこうやってなんだろう外野がぐちゃぐちゃ言ってると思うんだけどでもやっぱ見た感じ俺そういうふうに感じたんですよね。結婚相談所ってさやっぱさもう自分のレベルが一旦ある程度のレベルになってるから結婚相手を探したいですって思って入る場所。 だとあの俺勝手に思ってるんですけどみ,みんなど,どうですかねそういう使い方で合ってんのかなうん。でまたそのいきなりモテるこいきなりモテるっていうことって不可能じゃないですか。やっぱりそのモテるモテないとか会話ができるできないって積み上げだと思うからさある程度積み上げをした状態で結婚相談所に入るっていうのが一番なんかなって思ったんだよね。 で逆にさ、あのテレビの中でさ、その内田さんっていたじゃないですか、その建設業の50歳のバツイチの方。あの人、結構さ、その叩かれてはいてさ、あんなデリカシーのないの無理みたいな感じになってたとは思うんだけど、俺、やっぱあの人って一回結婚して、特に恋愛結婚してるだけあるなってさ、思ったのがさ、あの人ってさ、余裕があるじゃないですか、いろんなことに関しても。で結構多分、話題とかも豊富だと思うんですよね。 で、その。なんか頼れる？上司感っていうのなかったですか？うん、頼れる？上司感ってあの人感じると思うんだよね。もちろん、そのはず女性から見たらさ。結構デリカシーのないことをバンバン言ってるからさいや。あんな変な親父みたいなさの思うかもしれないけど。でも正直男側から見たら、えー、結構あの頼りになっていろんなことやってくれる方だなっていう風に思ったんだよね。なんだろうな。そのもう経験がない状態。 なんだったらそのい,いきなり結婚相談所入るんじゃなくて俺普通にさその自分のコミュニティの中でなんとか頑張って探して恋愛経験増やしてそれでもダメだったら俺入るのがいいのかなっていうふうにはね思ったんですよね。ごめんなんかそのちょっと意見がまとまんないぐちゃぐちゃな感じになっちゃったんだけどあのー、この話聞いてちょっと何か皆さん思ったことがあったらコメント書いてもらえたらと思います。 なんかね、ちょっとね、あの、あの番組を見てからね、めちゃくちゃね、フラストレーションがね、たまりましてねどそ、どうしてもここでね、吐き出しちゃってるっていう感じなんですけどね。すいません、ちょっと最近愚痴っぽい動画多くなっちゃって。ということで、あの、よろしくお願いします。またね。